国の古いお話です。ある山奥に心優しいキコリが住んでいました。キコリは毎日山の中でそれはそれは一生懸命働いていました。そんなある日のことでした。キジの鳴き声だ。どうしたのかな。こら、そんなことするんじゃない。思い夢中で蛇を撃ちました。すると蛇はとうとう死んでしまいました。はあ、よかった、大事に育てるんだぞ。親キジはそれは嬉しそうでした。やがて卵は帰り、子キジたちは元気に育ちました。親キジはキコリに何度もお礼を言うかのように泣きながら、子供のキジたちを連れてどこへともなく飛んで行きました。それから何年か経って、キコリは遠い旅に出ました。ああ、疲れた。お腹も空いた。どっか休ませてくれるうちはないかな。でもこんな山奥じゃ無理か。あ、明かりだ。うちがあるぞ。ほう、立派なお屋敷だな。こんな山奥じゃ珍しい。どんなお方が住んでいるんだろう。こんばんは、旅の者でございます。疲れて困っておりますが、一晩泊めていただけませんでしょうか。さぞお困りでしょう。さあどうぞお入りなさい、旅のお方。キコリは美しい娘を見てびっくりしました。そして娘がこんな寂しい山奥に一人で暮らしていると聞くと、もっと驚きました。おはでも、お腹の空いているキコリは、この娘のことなど忘れて、夢中になってごちそうを食べました。うしゃこんな広いお屋敷に、どうして一人で暮らしているのですか。どうぞ。若くて美しいあなたなら、里へ降りれば楽しいことがたくさんあるでしょうに。親切にキコリは言いました。ところが娘は、私、敵を待っているのです。私はもう何年もここで待っているのです。その願いも今日叶いました。驚いたキコリは、娘の敵がどこにいるのだろうかと見回しました。
しかし二人の他には誰もいません。不思議に思ってキコリが娘を見ると、ここにいる空、お前が私の仇なんだよ。と呼ばれる覚えがありません。そこでなぜ仇と呼ぶのか夢中で尋ねました。忘れたとは言わせんぞ。何年か前、お前は山の中で肘を助けようとして蛇を撃ち殺した。私はあの時の蛇のせいなのだ。お許しください。私はあなたに恨みがあったわけじゃない。ただ親生地とたくさんの卵が強いあなた一人のために死んでいくのを見ていられなかったのでございます。キコリは必死に命を乞いました。しかし恨みに燃える蛇の精はどうしても許そうとはしません。ところがキコリの涙を見て蛇の精も心を動かされたのでしょうか、こんなことを言い出しました。では一度だけ賭けをしよう。お前が勝ったら命を助けてやる。いや、お前は今日山奥の荒れ寺を見たろう。あの寺には誰も住んでいないが、釣り鐘だけは立派なものがある。夜の明ける前にここに座ったままで釣り鐘を鳴らすことができたら命を助けてやろう。そんなことがヒコリにできるわけがありません。キコリは無理を言わずに、どうか助けてくださいとなおも必死に頼みました。ダメ、ようやく仇に巡り会えた。もしできないなら覚悟するがよい。キコリはどうしてよいか分かりません。ただ諦めるしかなかったのです。やがて東の空が明るくなってきました。夜明けがそこまでやってきたのです。しかし鐘をつく者はやっぱり誰もいませんでした。そろそろ夜明けだ。この賭けは私の勝ちのようだね。さあ覚悟。キコリはもはや命はないものと覚悟してお祈りをしていたのです。その時、信じられぬことでした。しかし誰が鳴らしたのか、あれでらの鐘が本当に鳴ったのです。鐘が鳴った。私は助かったんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。お前は誰かに守られている。悔しいが、お前への恨みは諦めよう。大きな屋敷はあっという間に消えてしまいました。それは蛇の精がキコリをおびき寄せるために見せた幻だったのです。それから数日後、キコリは山道を戻ってきました。そして命を助けてもらったお礼を言いに荒れ寺へ立ち寄りました。その時キコリはふと鐘を見たくなりました。時の親キジでした。キジはキコリが蛇のせいに殺されそうになっているのを知って、ありがとうよ、ありがとうよ、
コリはキジに向かって何度も何度もお礼を言いました。そしてアレデラの片隅に埋めてやろうとしました。その時、命を捨ててキコリに恩返しをしたキジを神様は優しく見守っていたのでしょうか。天国へ向かいました。キコリは美しい光に包まれて召されていくキジを涙ながらに見送るのでした。